関東軍区はアメリカ合衆国ミシガン州ロワン半島の南東部ウェイン軍の軍区である。ある程度の自治権を付与されたチャーター軍区の形態をとっている。デトロイト市の地域から西に約8マイル、アナーバー市の境界からも東に8マイルに位置している。2010年国勢調査での軍区人口は9万173人だった。ミシガン州の軍区の中では第2位。 都市を合わせたリストでは第11位になっている。州内でも成長速度の早い町になっている。1829年10月20日、関東軍区の成立に先立って、ミシガン準州議会ではバックリン軍区からリーマとリッチランドの2軍区を創設する法案を通過した。ルイスカス準州知事は法的な問題を理由に創設の承認を保留した。 その問題とは既存の郵便局の名前に関するものだった。1827年4月12日に発行した準修法によれば新しい軍区には既存の郵便局と同じ名前を使うことを禁じていた。そこで議会は問題を解消するために中国の南京と北京の二都市から取った名前南京と北京で代用することにした。北京軍区は1833年に レッドフォードと解消され、今では存在しない。関東軍区は1834年3月7日、ミシガン準州議会法により、プリマス軍区の南部から創設された。中国成長時代に関東と呼ばれた省とかつ港に、ちなんで名付けられた。関東は1918年に、広州市と改名され、現在の中華人民共和国関東省の省とかつ最大の都市である。 関東軍区発の会合が1834年4月に開催される。2002年夏後に五大湖地域に被害をもたらす青長玉虫が関東で発見される。この青緑に輝くカブトムシは中国から侵入した外来種で北米地域のトネリコ族に広く被害をもたらしたという。1982年、関東歴史協会と博物館が 教室一つの校舎に開館した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍区の全面積は36.0平方マイルであり、すべて陸地である。軍区の南部には、ルージュ川下流とその支流が流れている。パインクリークは北西ルから南東に流れている。北東部には、ルージュ川中流の支流である、トンキッシュクリークとガーデンクリークが流れている。 関東軍区の2010年包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。出版業のビジブルインクプレスが関東に本社を置いている。関東プリマスメッテタル空港が関東軍区内にある。関東軍区の公共教育は、プリマス関東コミュニティ教育学とウェインウェストランドコミュニティ教育学区。 バンビューレン公共教育学区が分担している。プリマス関東コミュニティ教育学区には、関東軍区のほか、プリマス市、プリマス軍区の大半が入り、セーラム、スーピアリア、ノースビル各軍区の一部が入っている。ウェインウエストランドコミュニティ教育学区関東軍区の一部は、ウェインウエストランドコミュニティ教育学区に入っている。その学区の大半は、ウォーカー・ウィンター小学校の校区に入っている。 小部分が、ウェイン氏のルーズベルト・マクグラス小学校の校区に入っている。関東のウェイン・ウェストランド学区に入る、小部分は、ウェストランド氏のアダムズ上級小学校、ウェイン氏のフランクリン中学校、やはり、ウェイン氏のウェイン記念高校の校区に入っている。その他の部分は、すべてウェストランド氏のマーシャル上級小学校、スティーブンソン中学校、ジョングレン高校の校区に入っている。 プリマスカントンコミュニティ教育学区カントン高校プリマスカントン教育パーク内プリマスカントンコミュニティ教育学区には以下の学校があるプリマスカントン教育パーク内公立チャータースクール私立学校アメリカ合衆国国勢調査局は2000年の国勢調査でカントン群区を国勢調査指定地域に指定して市や村のリストや 軍区のように軍の小区分のリストの双方に載るようにした。国勢調査指定地域と軍区の統計データは同一である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。